はいそれでは始めます皆さんこんにちはえー、2022年拓見し18時間で総まとめブラッシュアップ講座、えー、講座説明ですねということで、えー、少しお話をさせてください、えー、担当はリック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、まあ講座のまあ、ご説明というよりはどちらかというと宣伝っぽい話なんですけどもえー、ちょっとですねこのこういったパンフレットが お手元にもしあればもしなければレックのホームページからダウンロードとかできますんで PDF ファイルでダウンロードできますんでもししよかったら入手てておいいくださいでです、ね、この「ブラッシュアップ講座」というのはいろんな講師がねそういなんか企画を作ってですねで弱点補強とか苦手分野潰しとかそういったコンセプトでいろんな講師が企画を出して。 で講座をやるんですね,でですねちょうどまあ夏8月とか9月になってきますとね、まあ、ほとんどその10個受,受験生さんがある程度勉強してきますよね。でテキスト読んだりとかあるいは過去問を繰り返してでだん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 勉強が、まあ、進んでくるじゃないですか。そうすると 自分の苦手分野とか弱点部分がだんだん明確になってくるもんなんですよ。まあちょっとたまたまあの書こうと思ってるんですけども、まあ苦手分野とかですね。あとはまあ弱点ですね。まあこういった部分がですね、こういった部分が明確になっていきます。で、まあいわゆるまあ部分的な話なんだけど。 ですねえ、宅建試験の全範囲ではなくて、その中でも例えば自分は憲兵率とか容積率とか、えー、空いた部分が弱いとかね。あるいは宅建業法の、えー、報酬額の計算とかまあ、そういったものが苦手であるとか、なんか自分の苦手分野がえー、分かってきます。で、そういったところで,ですね。この苦手分野を補強するための講座とかね。そういった講座を受けるとまあ、効率がいいとは思うんですよ。なので。 割とその需要が高まってくるんですね、まあ、そういったこともあって各講師ごとにその企画を出してね自分はこの分野をやりたいとかいう形で講座を組み立ててでやったりすするんですね、えー、時間短いのが多いと思うんだけどもでこれはですね生講義通学クラスで担当してる時に、まあ、僕もすごく感じるんだけどやっぱりですねその講座ってどうしてもそのスケジュールが決まってまして。 でこの時間内にこの範囲の説明をしなきゃいけないというふうに決まってますからどうしてもねその説明が少し足りなかったりとかしてえ込み入った部分の説明が十分にできないとことかねそういったところは結構あったりするんですよ。そうしますと僕なんかもうえもうちょっとなんか歩行的な時間でね、えー、ちょっとこの部分が弱い人に弱い人に対して。 なんか別の時間を取ってで歩行をしてあげたりとかしてねで説明を少し、えー、付け加えてで、えー、なんかや,やりたいというふうに思ったりすることは結構あったりするんですよだから、まあ、受講生さんもねそういった部分でこの苦手分野とか弱点分弱点の補強的なね講座をスポット的に取るのは僕はおすすめだと思いますでねこういった講座はたくさんあるんですよね。 だから僕もねこの何かその自分で企画を出して何か講座をやれというふうに言われた時ですねこういったことはいっぱいありますんで僕はじゃあそういったところは他の講師がいっぱいやってますんで、まあ、お任せして僕はえと逆に全体をやろうと思ったんですね。全体を満遍なくスポート的に あのフォーカスするんじゃなくて全体を見てです、ね、全体をある程度時間をかけてで重要項目をピックアップしていってで分かりにくいところはなるべく説明をしてという講座をやりたいと思ったんですねだからちょっと時間が長いんですけども、まあ、18時間あるんだけどもでもこれで一応、まあ、総まとめという形で全、まあ、範囲を、えー、まあえ カバーできるような形に考えています。で、十八時間っていうと決して短くはないですよね。一般的なレックの講座は一コマ二時間半ですから、えそうすると例えば通学クラスだったら週に二回通学に来てもらう形になると、まあえっ、ー、と一週間で五時間ですよね。そうすると四、えー、週間でまあ二十時間だからまあ約一ヶ月近い時間ですよね。 週に2回通学に来ていただいて1ヶ月ぐらいかかるというボリュームがあります。決して少なくはないと思うんだけども、全範囲をある程度しっかりやろうと思うとどうしてもこの時間は必要になってきますですね。でですね、全体を全範囲やろうと思うとですね、えー、まず大事なことは資料なんですよね。サブノート的なテキストを使うんだけども。 そのサブノード的なテキスト資料がちゃんと充実していないと意味ないと思うんですよ。でね、まあ、忙しい時期にやるわけですから、まあ、これがブラッシュアップのテキストなんだけど、まあ、3分冊ありますでそんなに厚くはないんですけど、ね、そんなに厚くはないんですけども、まあ、3分冊になってまして割と細かく記述があります。 えー、なるべく表にしてるんだけどねこんな感じで表を作ってるんだけども、まあな,えー、なるべく表とか図を使ってでコンパクトにまとめようとはしてますけども、まあ、それでもそれなりにね本試験が近づいてきた夏とか秋、まあ、8月9月になった状態でもうわからない時にわからないことが起こった時にいろんなテキストを調べる。 という時間はもうもったいないので、なるべく網羅的にこのこのテキストがあれば大丈夫みたいなそういった充実したサブノートを作りたいと思ったんですね。なので、えー、基本的には、えー、このブラッシュアップのテキストに載っていないようなものは、えー、本試験のまあ合格するための最低限度必要な情報ではないというふうに考えてオッケーです。 ブラッッシュアップテキストに載ってれば、まあ、一応やった方がいいけども載ってないものはやる必要ないというぐらいに考えていいです。ですねまあ、そんな形でテキストを作りましたです、ねはい、それからですねこの、まあ、苦手分野潰しに特化しないで全体をやりたいっていうのはもう一個、まあ、理由がありましてね、えー、予備校って別にレックに限らずやっぱり大都市にあるんですね。まあ、首都圏とか え関西とか、まあ、東海地区とかねそういうところに予備校は集中してるわけですよ。で僕としてはそういった予備校に通えない場所にいらっしゃる方とか、まあ、場所的にね場所的に予備校に通いにくいところにいらっしゃる方とかあとは時間的に通いにくい方ですね。まあ、とにかくあの不,不規則な仕事をしててえ決まった時間に予備校に行けないとか、まあ、そういった えー、時間的に通えない人もいますよねで。そういう人たちの力になりたいというふうに、まあ、思ったんですね。なので、えー、これ通信だけです。えー、通信オンリーの、えー、講座にしました。えー、通信オンリーです,、ね、ですね。なので通学クラスがありません、えー。全員通信の方で受けていただくことになります。ですね。はい。でですね。 まあ一応この講座の話なんですけどもえと免除科目のサブノートもありますそれから試験当日のチェックリストえとまあ当日でも前日でもいいんだけど何か試験会場に持っていくとすればまあこれがいいだろうみたいな形でチェックリストを作りましたですね。でこれをお送りするのはえと9月の終わりになります。月の27ですね ここで、まあ、これ全科目一括の申し込みにされている方にはこういったものを特典としてお送りしますんで割と使えると思います。でそれ以外のものは8月2日に発送開始になってますので8月2日以降に申し込みをされた方は、えー、申し込みをしたら最短でテキストが届きます。で DVD の方は DVD も届きます。ね Web の方は、うん、と申し込みをすれば Web は見れると思います。 そんな形でぜひ、えー、まあ講座をねご検討いただければいいと思うんですけどもあの講座の進め方をちょっと話ししたいんですがよく予備校ではですね、えーまあ、インプットとかアウトプットという言い方をするんですけども、まあ、インプットは知識を入力するっていうことだね。ですからテキストを読み込んだりとかあとは 予備校で講義を受講してで知識を入力することをインプットと言ったりします。アウトプットっていうのはその逆で知識を出力するわけだから、まあ、問題演習だと思っていただいて、でえー、まあ、インプットとアウトプットはなるべく並行して同時に並行してやっていくのがいいんですね。あの知識を入力が終わってから、やっと問題演習をするのではなくて。 知識を入力しながら問題演習をする、問題演習をしながら知識を入力するという,ふうに同時並行にしていくのが一番いいんですよ。でそこでですね、えっ、ー、とブラッシュアップのアウトプットはですね、こういったあの問題冊子が回りまして、えっ、ー、と三科目の問題があります。でみんな一問一答です。一問一答の問題がありまして、で 大体1問一答の問題が卓球業法が50問ぐらいかなで法令上の制限が一番多くて80問ぐらいありますがね、まあ、でもそんな大した分量じゃありません。でねこれをあらかじめご自分で一通りやっていただいてそれから動画をご覧いただきたいんですね。 まあこれは動画の一番初めにもお話はしてるんですけどもまずは問題やってくださいとねでとりあえず全部やっていただいてで答え合わせをしていただきますでその状態でこの動画をご覧いただきますねそして動画でこの講座,講座内で、えー、インプットテキストですねブラッシュアップのテキストで、えー、中身を確認していきますで中身をこうやって確認していってでそれに関連するこの 一一問問答の問題にままたリンクしていきますそうするとまあイメージ的にはまたこっちからこっちに行く感じですね。えー、でこのインプットとアウトプットを同時に進めていくっていうことをなるべくやっていきたいと思ってるんですね。でこれがやっぱりこの試験対策上は一番有効だと思うんですよ。なので まなるべくね、このインプットとアウトプットを同時並行していくという形で、えー、進めたいと思います。あと細かい話はまた、えー、講座の中で説明していますけども、まあぜひですね、えー、一通りこの宅建試験の勉強をまあ、やっていらっしゃる方が大部分だと思うんですけどね、えー、全く勉強していない方がこの全く知識ゼロの状態でで。 18時間で受かっちゃいますとかそういうなんかあの魔法のような話ではないんだけどもねやっぱりある程度勉強は、えー、していただく必要がありましてである程度、まあ、夏の時期になればそれなりに勉強進んでると思うんだけどもでも、まあ、もう一押し、えー、知識が足りないとか理解が不十分であるとかね、えー、なんとなく分かっているつもりなんだけども でも問題を解いてみるとなぜかできないんだよねとかだからもう一押しっていうところがあると思うんですよね。まあそういう方にとっては割と僕はおすすめだと思いますんで是非、まあ、講座の受講をご検討いただければと思います。あとはまあ講師との相性もあるかもしれませんからえ何、ー、かね、えー、その講師の 説明の仕方がなんとなく自分は好きじゃないなとかあるいはこの説明はいいなとか、まあ、多少好き嫌いがありますよねなので、まあ、僕の説明とかを聞いたことがある方で特にそんなに嫌じゃなければ、えーまあ、18時間の講座を受講されてもそんなに嫌ではないと思いますので、えー、ですから、まあ、そうじゃなければできれば、あのーねえー、受講を、ねえー、検討していただきたいというふうに考えております、まあ、そんな形で まああの講座を受講するかどうかは別にしてとにかく、えー、夏が勝負を決めますから勉強をしないという日はなくすようにしてください毎日必ず勉強することは、えー、まあ必須だと考えていただければと思いますはい、えー、それではですね、えー、2022年達検し18時間で総まとめブラッシュアップ講座の、えー、まあ講座説明終わりにしますではお疲れ様でした。